皆さんこんにちは、あずです。今回は暑い日におすすめエルサ風カンカン棒を作っていきます。まず使うのはダイソーで買ったキッズ用カンカン棒です。もともとついているリボンを引っ張って取っていきます。次にダイソーのリボンとセリアのリボンを使います。帽子にリボンを巻いていき、長さを測りハサミで切ります。もう一つのリボンを重ね、同じ長さに切っていきます。リボンが切れたら、リボンの両端をライターで炙り、端処理をします。オーガンジーリボンの裏に両面テープを貼っていきます。水色のリボンの上に貼っていきます。貼り終えたら水色のリボンを裏返し、裏側に同じように両面テープを貼っていきます。両面テープが貼れたら帽子に接着していきます。
帽子に一周貼れました。次にセリアで買ったシースルーカフェカーテンを使っていきます。カフェカーテンを半分に折りハサミで切っていきます。再び半分に折り、ハサミで切っていきます。切り終えたら約 20×40cm になりました。一箇所に両面テープを貼っていきます。半分に折り接着していきます。接着したらカフェカーテンを半分に折り、印をつけたところに両面テープを貼ります。両端を印をつけたところに接着していきます。両面テープで接着したらリボンの形を作り糸で縛ります。次に先ほど使った水色のリボンを使います。リボンの端をライターで炙り、端処理をした後両面テープを使いリボンの真ん中に貼っていきます。リボンを2周巻き、2周巻いたらハサミで切っていきます。リボンの端をライターで炙り、端処理をした後両面テープを使い接着します。リボンの形ができたら裏返し両面テープを貼っていきます。
帽子にリボンを接着していきます。今回使った両面テープは強力な両面テープを使いました。気になる方は概要欄を見てみてください。帽子にリボンを接着したら完成。暑い日におすすめなので、ぜひ作ってみてね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。